テキストーク。女性。普通の名を利用します。はじめに、バルブの付け根のネジを、10ミリレンチで外します。タンク修理の道具は100円ショップで買えます。チューブ。取り出し用の工具がないときは、スプーンやフォークなど、柄の丸くなってるものが使いやすいよ。マイナスドライバーでも、いけるけど、傷つきやすいので、注意して。パンクして、そのまま乗ってたから、チューブがねじれた。虫ゴムが中で切れて詰まってる。
虫ゴム交換は、水に浸して作業すると、交換しやすいよ。バルブの横には、ちっちゃな穴が開いてるから、虫ゴムで、しっかり塞ごうね。空気が、バケツにはたっぷり水を入れ、その中にチューブを入れて、空気漏れを確認。すぐに漏れを確認。それも、バルブの付け根。一箇所だけど、場所が良くないので、チューブ交換に変更。
チューブ買ってきた。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。